ばんは。あ、出てくる。ちょっと待ってね。テスト。OK、こんばんは皆さん。3回目の配信となりました。今日最後の配信です。なんかさ、今さメール用の写真撮ってたんだけどさ、どうしてもこの目の上のキラキラを見せたかったんだけどさ、全然わからない、キラキラが伝わらない。伝わる配信でね、ちょっと暗く光つけてみてもいい？みんなにどうしてもね、私のこの目のキラキラを見てほしいの。どうしてもこの目のキラキラをね見てほしいんだけどね、全然うまく写真が撮れなくてね。これだね、髪型変わってない、巻き直した。そう、巻き直してみた。あ、眩しい。こんな眩しいことある？キラキラわかる、ね、キラキラ伝わってほしいんだけど。伝わる？どう、キラキラわかる？眩しすぎたの、びっくりしちゃった、うん、っていうのでした。そう、巻きをちょっと変えてみました。ほぼ全部外巻きでやってみました。で、前髪をめっちゃ巻いた。え、なんでわかるの？アッシュ系めっちゃね、カラコンね、めっちゃ、これなんか、え、すごい、あー眩しい楽しんじゃった、眩しさで。自撮り今してみたんだけど、いろいろどれもいい写りがない。ちょっと今メールをさっき、まあ、ギリギリまで書いてたんだけど、とりあえずいいのなかったんだけど、どっちかだなって思って写真があってね、こっちにします、決めましたので、終わりにした書き。おざんっぽい感じになったら、ここら辺をねめっちゃ外巻きにしてみた。さっきはちょっとボサボサだったよね、シンプルに。なんかやっぱ朝からだとさ、前髪だとさ無理だよね、持たないよね一日。だからちょっと巻き直した、ちゃんと。さっきまでのボサボサすぎだね。いい感じに。でもここは汚い、ここは変だった。その配信は6時からにします。6時から7時で1回、朝はそれでおしまいにしようかなと思います。自分でやった、私巻くの好きなんだよね。自分で髪とかすんのめっちゃ好き。そう、髪とかはメイクはあんまり休みの日はしないんだけど、髪は休みの日とかだったらでもしたりする。髪だけとか全然します。髪は好きなんです。6時起きれる？私は起きれます起きますよ。意外と朝得意だったりするんですよ。まあ前は何回か遅刻してますけど、私最近自分で起きてますよ。ママに借りてない、ママの手助けは借りてない。かゆい、ここ。最近ママの手助けを借りてなくて、なんと起きてます。かゆい、刺されたのかな、家にいたのに。ちょっと待ち。ということで心理テストしたいと思います。私のカバーこれなんですよ。よくないですか？めっちゃ悩んだの、この縁を何色にするか。で、最終的に選ばれたのはこちらの青っていうのかな。今でも画面は
ツーショットです。嬉しい。もうこれがもう開けるとこちらです。かわいい、かわいくてかわいくて仕方ない。そう、メール来た。メール、それはね、今考えたやつの1個前ですね。え、メールってそんなに行くの遅いんだね。という感じですので、皆さん一緒に心理テストしましょう。今日はアンケート機能を使いたいと思います。私はね、13 Pro めっちゃ欲しすぎて頑張って使っていた 10R を手放してこちらにしました。それ多分1時間ぐらいラグとき、え、いや、そんな1時間もあったらさ、なんか送りたい内容変わるくない？ママからもらった8プラスはこちら、この後ろのこれ、この配信してる携帯です。で、あの中学の時から使ってる、iPad mini こちらは学校で買ったんですけど、学校のために学校で買ってくださいって言われてほぼ使ってなくて、で中学の時はあのアプリとか自分で入れられなかったんだけど、今はもう直してもらって自分でアプリとか入れてます。で、こんなやつはもらいました。このカバー、もともと汚い緑色のを使ってたんですけどいただきました。なぜ心理テスト？心理テストめっちゃ一時期ハマってて、みんなと一緒にやってたから久しぶりにやろうかなって。 10R はママに渡しました。投票機能はダメよ。ダメなの？投票機能使ったら。この配信期間中はやっちゃいけないの？はあ、なるほどね。星投げるのできなくなる。そっか、じゃあ投票機能はなしでみんなコメントしてください。こんばんは。そう、私ね、めっちゃ頑張って使うタイプだから、これも多分にでもなんか2年で返した方がお金が返ってくるらしいから、ちょっと2年ちゃんと返します。2年で。値上げ前に買えたのか分かんない。自分がいつのタイミングで買ったか、戦かかったよね。でもずっと使ってたの10Rだから、まあちょうど良かったのかな。今回は絶対に買えるって決め、もうなんか13出てて、もう13がそろそろ終わる、なんか人気時終わるみたいな時に欲しいってなっちゃって、でも絶対次待った方がいいよって言われて次待ったんだよね。それで次待った、次まででプロまで待ちました。カメラ機能やっぱ違う、わかんないんだよね。それが私、10Rはね、広角機能がなかったの。そもそも広角するっていう、あの魚眼レンズみたいなやつ、あれがなかったから全然違う。それだけで全然違うから、なんか画質とか正直ちょっとわかんないんだけど、それだけで違うなって思って使ってますということで、腹黒度がわかる心理テストをまずしたいいいと思います。そう、はプリクラ、友達のプリクラとかランちゃんとのプリクラみたいなのめっちゃ入れてるけど、こちらは今は外しました。全部ということでいきたいと思います。 iFace、 みんな携帯紹介とかしてほしい。面白くなくない？だって面白い？携帯はこちらです。
青、水色、スカイブルーにこの縁はなんか濃い、なんていうんだっけこういうのって、ブルーじゃないんだけど、なんていうんだっけ、紺みたいな、紺みたいな色、ちょっと深めの青。私ね、もうずっとこういうのにするのが憧れてね、あの、そうで、今度これにあの、あれつけます、こういうやつこっちにもつけて、こっちにもつきます。8プラスのカバー今外してつけてるから、こういう感じのこれをこっちにもつけます。今度やった、いっぱいこういうの好きで、そうこれももらったからこっちにも今度もらうのでつけます。かわいいの、いいでしょ、女子っぽい。こういうのをね、どうしても欲しいって言ったらね、もうくださってこっちにも今度つくの、いいでしょ。もうね、嬉しくて嬉しくて、この携帯をね、私携帯これ仕事用ってか、ツイッターがこっちでできるんだけど、これはね、なんか、まあ、友達と遊ぶ時ってツイッター絶対開かないし持ってかないようにしてたんだけど、これが可愛すぎてつけて持ってってる。そうそう、これはもう可愛すぎて持ってるだけで可愛いからって理由で持ってって、なかなか始まらないシーンです。だよね、思ってるよね、くるみも思ってる。だからそろそろ始めたいと思います。そう、今度またこっちにもついたらまたお知らせっていうか見せますね。こっちも今可愛くて、こことかになんかシールとか貼りたいんだよね。せっかくならデコりたくない？可愛くない？こっちも可愛いんだけど、こっちもつけたいから早く。そうだから可愛いの。とりあえず可愛い私の携帯ちゃん紹介、携帯のカバー紹介でした。このリングは全然後付けですよ。このカバーもママがずっと使ってて、本当はこっちもこういう透明なのに変えようと思ってたの。めっちゃこの本体の色が可愛いのね。だから変えようと思ってたんだけど、だからこれつけたらなんかこれをもらってこうやってなんか合わせてみ、貼る前に合わせてみたらピンクの方が可愛いんじゃないと思って、こっちにつけるよりこれは。でなんかピンクにしちゃおうってこのまま使っちゃったまま。でもね、だいぶもう傷とかついて汚いのこれ。だからそろそろ普通に変えたいんだよね。でもこれつけたからだいぶ長く使える、可愛いのよ。もう本当に可愛くてお気に入りです。お気に入りの携帯カバーに変えてってる、どんどん私が自分で。そう、こちらにもつきますって何回も言うけど、私何回も同じこと喋っちゃうの。何回も同じこと喋るのが好きなの。なんかね、何回も何回も言って、何回も何回も伝わってほしいのね。何回も何回も何回も同じこと話すんだけど、みんなそんな今年だけどずっと聞いてくれ。このショールーム中は多分何回も同じ話すると思うんだけど、うん、何回でも聞いて、何回でもいい反応してね。これもうこの間も聞いたからいいよとか言わないで、何回も何回もなんかいい反応してね。みんな優しい。そう、そうして私ってか私喋ったことを忘れちゃうのね、すぐ。だからそれ前聞いたよって 言ってもいいけど、もういいよとか言わないで、それ前聞いたわらわらぐらいのテンションで教えて。怖い、うん、怖いって言われた。そうだから、それを楽しみに、みんなも楽しみ、私もめっちゃ楽しみにしてるから、みんなも楽しみにしててねっていう話でした。ではあの本題に入るまで、このテロップはめっちゃ嘘ついてるよね私。でももう入るまで14分もかかっちゃいましたということで、本題に入っていきたいと思います。このテロップが嘘にならないようにではいきたいと思います。じゃあ心理テスト、イエイ。テストです。
あなたは春、これ腹黒度がわかる心理テストです。あなたは恋人とのピクニックデートにお互いお弁当を持っていくことになり、おにぎりを作ることになりました。あなたが持っていくおにぎりの具は何を入れますか？1. 梅干し、 2. おかか、 3. 昆布、 4. ツナマヨ。あなたが持っていくおにぎりはどれですか？恋人とピクニックデートにお互いお弁当を持っていくことになり、おにぎりの作ることになりました。あなたが持っていくおにぎりの具は何を入れますか？1. 梅干し、 2. おかか、 3. 昆布、 4. ツナマヨ。4. ツナマヨ、あ、ツナマヨ、昆布、ツナマヨ多くない？あ、4以外は2が、なるほど、4鮭な、梅干しか、おかかか、昆布か、ツナマヨ。ツナマヨが多いのかな。昆布も多い。ないよ。明太子はない。梅干しか。かか。昆布かかね。かか。わかる。私は、二択なんだよね。おかかかツナマヨ。おかかか昆布なんだけど。かかか昆布なんだけど。じゃあ。私はどっち、おかかか昆布、決められないよねえ。優柔不断だって、2個持っていけばよくない？だってどうせおにぎり1個じゃさ、そんなピクニックした日はお腹いっぱいにならないでしょ。どうせみんな2個ぐらいおにぎり食べるでしょ。じゃあ2種類作ろうよねえ心理テストの概念終わってる。どうしよう、決められない。おかかか昆布だよおかかか昆布、うん、おダメ、それなしってことは、どっちだろう。日によるくない？そんなの気分じゃない。おかかか昆布ね、ちょっと、まあ、じゃあ全部持ってくってことにする。それこそ腹黒では確かに食べたい、今食べたい方、じゃあおかか、今食べたいのはおかかということで、おかかにします。ごめん、騒いちゃった、ごめんね。みんなこんなに大きな声出すつもりなかったよ。わあ、やばい、優しい。私タンポコ出しよっか。オッケー、うちおかかにするじゃん。ねえ、心理テスト、それな、心理テストだよね。ピクニックといったらサンドイッチじゃない？それな。じゃあいきますね。で、梅干しを選んだあなた、腹黒度 50% 普通です。恋人に腹が立っている時や喧嘩中には意地悪のことを考えたりしますが、基本的には裏表のない優しい性格をしています。たまに恋人からは腹黒と言われることもあるかもしれませんが、冗談で言ってるだけなので気にすることはありません。だって、ランちゃん、ランちゃん、どこにいるの？何、ランちゃん、ランちゃん、どういうこと？ランちゃん来てた？梅干しです。梅干しは 50% でした。次、おかか、私が選んだおかかは、あなたが選んだ、ランちゃんいるの？どこにいるの、ランちゃん。ランちゃんコメントしてる？あ、かわいい、どういう話ってしてる。ランちゃん小宮山チーム K になってるよもうタグ系だよ、ランちゃん。ね、ということで次、腹黒心理、おかか、腹黒度 70% です。高めです。高い、私 70% もあるんだ。あなたのは頭の回転が速く、どうすれば人から好印象と感じてもらえるか瞬時に考えられるタイプです気になっている人や恋人に対して本心を隠し好かれる自分を演じてしまうことが多少あります。しかしふとした瞬間に気が緩んで本性が出てしまう時があり、恋人から少し腹黒いと思われるかもしれません。だって私 70% だって、こんな感じかな。確かに頭の回転は早いのか。あ、2個で悩んでたのも計算なのね。わー、
じゃあ昆布ね。私大丈夫そう？今みんなにどう映ってる？大丈夫かな？昆布、あなた選んだあなたは腹黒度 20% と低いです。え、私昆布と悩んでたんだけど、もう失敗。腹黒とはあまり縁がない正直者で、いつも恋人のことを思って行動する心優しいタイプ。恋人からも素直で優しい人柄だと思われていると思います。しかし恋人のことを優先しすぎてしまい、つい自分を犠牲にしてしまうことが多いかもしれません。もう少し腹黒になって自分を大切にしましょう。だってだからこれさ、ちょっと恋人に対してなんだね。まあいいか。次、ツナマヨ。あらんだ、あなたは腹黒度 90% です。はい、皆さん私よりみんな多かったよね。ツナマヨ、ツナマヨ多かったから、恋人に対してだけでなく恋人の友達や家族にもかなりいい顔をします。周りから好かれている人、好かれている人気者ではありますが、内心は相手と一線を引き、冷めた目で相手を見ていることがありませんか？そしてあなたの自分の腹黒さを、あなたは自分の腹黒さを自覚していますが、完璧に隠しているため周りにバレたことがない人気者です。もはや一種の才能なので、無理して腹黒度を下げる必要はありませんでした。合っていたでしょうか。合ってました？ツナマヨの皆さん、ということでこんな感じでした。次、あなたの性格タイプが分かる心理テスト。何これ、性格？ね、くるみ一番高くなくてよかった。でもそれよりもなんか、あなたの人との接し方が分かるテストとかの方がさ、いいのかな。どっちがいいかな。あなたの、あなたの人との接し方が分かる心理テストにしようかな。じゃあそっちにするね。あなたは散歩をしていたらとても美しい青い鳥を見かけました。眺めていたらその青い鳥は木に止まりました。木のどこに止まりましたか？あなたは散歩をしていたらとても美しい青い鳥を見かけました。眺めていたらその青い鳥は木に止まりました。木のどこに止まりましたか？じゃあ1、木の一番上。2、木の枝。3、根元の部分。どこですかねこれ。木の枝じゃないですかね。いや一緒だ、枝が多い気が。てっぺんもいる。てっぺんか枝かな。根元ってある？根元って下ってことでしょ。なくない？枝だよね。枝が多いね。てっぺんに止まる。あ、枝だよね。いやみんな同じだ。あー、います。木の一番上に、てっぺん、てっぺんって言った人ね。木の一番上を選んだあなたは基本受け身で、友達や周囲に自分を引っ張ってほしいと思っているタイプです。いつも受け身で任せっきりだと相手が疲れてしまうかもしれません。たまには受け身でなく周りを引っ張ってみてはいかがでしょうか。だって、まあそうなん、うん、受け身タイプらしいです。次、木の枝。木の枝を選んだあなたは誰に対しても対等に接するタイプです。受け身になりすぎず、周りも引っ張りすぎる、すぎず、程よいバランスで関係を築くことができます。あ、うちらみんないい感じ、みんな普通の人たちだね。いや、もうだいぶ受け身だけどね。何でも OK って感じで、何でも決めてほしいんだよね、みんなに。あんまりそういう意思がない、行きたいとことかないからさ。はい、次。あ、根元は、根元の部分を選んだあなたは自分がリードしていきたいタイプです。周りを引っ張ってついてきてほしいと、ついていきたいと思う振る舞いは非常に頼もしく、周りもついつい頼ってしまう姉御肌のあなた。ただどこか行き過ぎてしまうとわがままと言われたり、周りがついてこれなくなってしまうかも。たまには周りの耳に
声に耳を傾けるようにしましょうです。確かに。じゃあちょっとなんかパーティーとかで盛り上がれるやつにしようか。じゃあ次ね、ちょっと待ってね。じゃあ次、怖いものが分かる心理テストいきますよ。あなたは友人たちと肝試しに行くことになりました。どこに行くか話し合っているところですが、この中だと一番行きたくないのはどこですか？まあ、肝試しに行くならどこに行きたくないですかっていう。肝試しの中でもこの根はもうどれも行きたくないと思うけど、その中でも行きたくないところはどこですかね。1墓地、2廃墟、3幽霊が出ると噂のトンネル、4うっそうとした森。どこだろう。どこも本当に行きたくないね。どうしたらいいんだろう。これどこも行きたくない場合はどうする。でも私は墓地か鬱蒼とした森かな。わかる。あ、トンネル多いね。トンネル多い。どれもいいや。それはあと廃墟ね。トンネル、廃墟、鬱蒼とした森はいい。わかる。うちくるみは森か墓地なんだけど、どっちだろう。墓地は普通に怖いけど、墓地ってそんな、うん、なんか普通にさ、世の中に墓地っていっぱいあるからさ、だからまあ墓地はそんなにでもないか。いや、私は森だな。じゃあ行くね。墓地、あまり恐れがないタイプで楽しく過ごせればいいと思って生活しています。あー、私こっちの方が合ってたわ。次、廃墟、自分が忘れられてしまうことや衰退することを恐れています。廃墟の方はそうです。廃墟の方が恐れていることは自分が忘れられてしまうことや衰退することを恐れています。だって次、3幽霊が出ると噂のトンネルは将来が不安であり先が見えてないと不安です。だって、みんなそんなに不安なの。先がトンネル多かったよね。みんな将来が不安なの？不安にならないで、もっと気軽に行きよう。当たってるんかい。うっそうとした森、孤独を恐れており常に誰かがいないと不安になってしまいます。はぁ、私だ。くるるんのテンション上がるの面白い。廃墟当たってました。だって当たってるかも。これ確かにちょっと当たってるかも。私もそうかも。まあ、ずっと誰か取りたいとは思わないけど、一人は嫌だなと思います。当たってるね、これ。正解。じゃあ次、精神年齢が分かる心理テスト。待ち合わせ場所に向かっている途中で突然雨が降ってきました。あなたならどうしますか？1、多少濡れてもそのまま急いで待ち合わせ場所に行く。2、大雨になる前に傘を買う。3、持っていた折りたたみ傘を使う。4、雨宿りしてやむのを待つ。どれだろう。私は3かな。持っていた折りたたみ傘を使うですね。最近日傘を持ち歩いているので、絶対に傘を持っているのでそれ使っちゃいますね。皆さんは？2番、大雨になる前に傘を買う。1番、確かに多少寝てもそのまま、まあまあ行きますよね。1か3、まあそんなもんか。みんな、まあ、じゃあ1、あ、深層心理において雨は突然のトラブル、それに対する対応は危機管理能力を表していますということなんですね。1は選んだあなた、精神年齢20から30、やる気いっぱいの若者です。だって、だから多少濡れてもそのまま急いで待ち合わせ場所に行くは20から30代らしいですね。多少の雨に濡れるのも気にせずに急いで向かうことは今の生活でいっぱいいっぱいであることを表しています。仕事や勉強への意欲は高く、やる気もありますが将来のことはあまり考えていない楽観的なタイプです。今は楽しければよく、
将来はなんとかなるさと思っていませんか。危機管理ができれば精神的に大人になれるはずですよ、ということです。どうですか皆さん。じゃあ次、大雨になる前に傘を買うタイプのあなたは精神年齢40から50代堅実な成熟タイプです。もう将来を見据えて行動できるあなたは精神的に大人です。困難を克服する、強さを持っていますが、やや欲深い一面もあり、利己主義になりがちですね。利己的な考えを抑えることも忘れずにいてください。当たってる、ね、絶対ママショールーム見てる。声聞こえてくるんだけど、ねえママの音おっきすぎるんだけどねえ、だって私2階にいてさ、自分の部屋のドアも閉めてんのにさ、1階のママの音聞こえてくんだよ。相当うるさくない、ママの音ママごめん、心理テストに戻ろっか。ちょ、あまりにも音が大きすぎて私が選んだ、持っていた折りたたみ傘を使うっていう。確かに一緒にママもやったらいいんだよね。ママもじゃあ来て、この配信見てたら来て、ママ行くよ。3、持っていた折りたたみ傘を使うは私ね、精神年齢60歳以上だって。え、マジ？人生を悟ったレベルです。いつでも折りたたみ傘を所持していることから、危機管理能力が高く、人生には楽しいことも辛いこともあると知っていることを表します。人生は楽しいばかりではないと考えていて、現実的な思考と妥協をくることを受け、え、なんていうの、なんていうんだろう、いや見てた、本当にうるさかったんだよ、首のところまで音聞こえてた。え、これのショルも見てたでしょ、その首の声がママもじゃあやんなよ。これなんて読むの、ここ座ればいいじゃん、つない、妥協って、妥協で合ってた。現実的な思考と妥協をくることを受け入れます。しかし現実的な思考をするあまり大きな夢を持つことができないタイプでもあると言えるので、時には大きなことを言ってみてはいかがでしょうか。当たってるんだけど、これ怖いよね。熱くない、ちょっとクーラーつける、強くできる。4を選んだあなた、これは雨宿りして止むのを待つを選んだ方は、精神年齢5歳から15歳、夢見るピーターパンレベルです。いつ止むかもわからないのに、いつかは止むだろうと楽観的に物事を見る妄想好きなタイプ。現実を直視できず、幼少期に親に守られていた感覚が抜けないため、夢見る子供のような幼ささがあります。その想像その想像力を生かす仕事につければ成功してできますが、少しつまずいただけで投げ出してしまう性格ですね。もう少し大人になるよう努力してみてはということですが、皆さんは当たっていましたか。私はなんか意外と当たってたかもしれないね、これ。じゃあ次の精神年齢の心理、ママ何番だったらこれやってた、やってなかったらしいです。じゃあ次ね、次も精神年齢が分かります。あなたは犬を飼うことになりました。しかしその犬はなかなかあなたに懐いてくれません。あなたならどんな世話をして犬に懐いてもらえますか。犬に懐いてもらいたい、どうやってあなたは懐かせますかってことですね。1、餌をあげる、パパやん、大成功して。第2、なでなで可愛がってあげる。3、一緒にボールで遊ぶ。4、散歩に連れて行く。5ね、それ。5はビンタするらしいです、ママが。イライラしてね、しないよビンタは。怖いよ。1、餌をあげる、なでなで可愛がる、一緒にボールで遊ぶ、散歩に連れていく。くるみはもう餌も、くるみも餌、私は餌あげない、なでなでする。
餌あげると太るからね。出ておいで。出て。こんなに。みんなあなたは自分を認めてほしいという段階に至っていないようです。他の人にはない無邪気さやあどけなさが魅力的な一面であると言えます。なでて可愛がる。え横になってる。もう。横になってる。ループ後は必ず横とか言われて。出てくん連れてきて。じゃあ、ママ何番って言ったっけ？なでる？ママも20から30代です。ずっと一緒？すごい。人間の最も原始的な欲求に撫でるという行為があります。自分では精神的に大人だと思っていてもまだまだ子供らしさが残っているようです。一時的な感情で物事を判断することもあるので一旦冷静になることを心がけましょう。私ですね。おいで、デデ君。でも汚い子、最近仲良しなんだよ、デデ君と。でもほら、一緒にボールで遊ぶ。40から50代。相手と同じ目線に立って楽しむことができるあなたは自分というものを受け入れつつ相手を受け入れることができる人です。心に余裕があり自分に満ち溢れていて他人から頼れることが多いはずです。どうですか、ボールで遊ぶ方。次、散歩に連れて行くは精神年齢60歳以上。自分の判断や行動を選択できる散歩を選んだあなたは自分のことをよく理解しながら相手をリードできる成熟した人です。周りからの信頼度も高いと思われます。だってないわ。ウィンタは嫌われる。やってない、やってないよ本当に。デデ君、じゃあクルミが潰すんだよ。こうやって抱きしめて。可愛いと潰したくなっちゃう。わかる人います？なんか可愛いの見るとさ潰したくならない。嫌がっとるよ。ママもめっちゃ嫌がられてたよ。じゃあ次ね。人生で大切にしたいことが分かる心理テスト。あなたは無人島に1週間滞在することになりました。この中で1つだけ持っていくことができます。何を持っていきますか？1アウトドアの本、2スマートフォン、3サバイバルナイフ、4寝袋。私寝袋。1アウトドアの本、2スマートフォン、3サバイバルナイフ、4な寝袋。サバイバルナイフか寝袋だけど寝袋かな。やっぱ寝たいね。いい。みんなは？あ、みんな寝袋多いわ。サバイバルナイフ3、サバイバルナイフか寝袋が多いですね。クルルンのグッズ何にも使えない。本当にアウトドア、まあ確かにそういうのあった方がね、なんかありそうだもん。じゃあ答え見るね。アウトドアの方を選んだあなたは知的好奇心満たし、学び続けることを大切にします。だってどういう意味だろう。だから知的好奇心って何？考えて、なんか考えて動くことが好きってことかな。学び続けることを大切にします。どんなことが起きても冷静に分析対処することができます。人生において大きな失敗をすることが少なく、たとえ失敗しても成長につなげることができるため成功するタイプです。いいな。アウトドアの人いたよね。次、スマートフォンを選んだあなたは愛情や人とのつながりを大切にしたいと考えています。協調性があり人にも優しいのでみんなから信頼されるタイプですね。しかし他人の言動による影響を受けやすいので振り回せやす、
振り回されやすいというネガティブな面も持ち合わせています。次、サバイバルナイフ大型ですね。環境の変化や刺激を求め自由な人生を望んでいます。お、自信家で積極的に道を切り開き挑戦をし続けるアクティブな性格です。人間関係においては浅く広くがちなので、恋愛関係においてはドラマチックな関係を求めるため痛い思いをしてしまうこともあって、ほどほどにしておくことが必要な場合があると肝に銘じておきましょう。次、寝袋を選んだあなたは、ママなんだっけ、あ、寝袋か。平和や平和さと穏やかさを大切にしています。揉め事や争い事が嫌いで波風のない平和な関係を好みます。しかし自分の平和を脅かすものに対しては攻撃的になります。なんて読むんだこれ、わかるはずなのに読めない、恥ずかしい。柔和だって。柔和な性格に見えるこのタイプですが、実は敵に回すと一番怖いタイプでもあります。怖いよ、怖いらしいよ。でも普通にその場合までだったら合ってるわね、合ってるくない、合ってない、くそ、常に攻撃。ママは国民に攻撃ん、これは自分の平和を脅かすものに対してママは国民の平和を脅かすだから攻撃的です。今日お姉さんいないの、そうだ、今日お姉ちゃんいないの。何、どれがいいかな。ナルシスト度とか面白そうだからやるか。じゃこれ最後のね、なるか。まあ、でも42分まだもう1問ぐらいいけるか。じゃあいくよ。あなたは夢の中でお姫様になりました。海を覗き込んだら最初にある生き物が見えました。それは何？1人魚。1人魚。2ウミガメ。3巨大なイカ。4イルカ。え、2択。人魚かイルカ。ウミガメ。ウミガメ。人魚かイルカ。違う、人魚かウミガメか巨大なイカかイルカ。何で国の中で何しつ人魚イルカアリエル。アリエルね。イルカ亀にするか。イルカみんな。でも自分がお姫様になってんだよ。人魚じゃね、そしたらイルカ。そう、自分お姫様なんで、だからもうおとぎ話の話ってことですよ。だから人魚だよ。わかんない、誰誰。亀かイルカ。どっち。亀イルカ。イルカね。いやだと思ったよ、くるみは選んだ瞬間に。人魚を選んだあなた、まれの、なんて言うんだこれ。ちょっとね、もう漢字が読めなさすぎてさ、こう調べながらやってるのね。期待のナルシスト度99%。自分大好きで自分が一番イケてると思っています。だって私、人魚の方いましたよ数名。その方も自分が一番かわいい、かっこいいと思ってますね。次、ウミガメ。ナルシスト度 40%。 あ、隠れナルシストですが、これくらいの自信は持っていた方が魅力的です。お、巨大なイカ、ナルシスト度 10%。 少ないね。あまり自分に自信がないタイプです。確かに。イカね。次、イルカ。ナルシスト 70%。自分のことを可愛い、かっこいいと思っていますね。ですって。ね、皆さんどうして当たってました？これ。なんだろう。何に騙されやすいか分かる。面白そう。あなたが家の片付けをしていると古い瓶、壺が出てきました。その壺の中には何が入っていますか？1家系図、2小判、3土、4蜂蜜。おとぎ話すぎん、蜂蜜は。家系図、小判、土、蜂蜜です。片付けしてたら古い壺が出てきました。
どれが何が出てきましたか。家系図、小判、土、蜂蜜。家系図が一番なんか分かりやすいわ。分かりやすくない？土、夢な。小判？小判が多いわでも。蜂蜜。プーさんかよそれな。家系図一緒だ。首も家系図。壺の中に入ってたものはって何だって、あの探してたら出てきた、なんか片付けてたら出てきた壺の中から。絶対土な。そうだよ、現実見たら土かもしんないけど、まあ、入っててほしいなっていうのもあるじゃん。あ、なんかくれてる、なんかありがとう。ということで、結果発表。怖い。でも本当に当たってないからこれは大丈夫だ。家系図を選んだあなたは、家柄や地位などに騙されやすいタイプです。偉い人のことをすぐ信じてしまう傾向がありませんか？そんなことはない、大丈夫そうです。まだまだ大丈夫。いつか騙されてるかもしれないけど今のところはない。次、小判を選んだあなたは、みんな小判多かったからね。でもよくこれは多分みんなそう、お金に関することで騙されやすいです。簡単に稼げるや投資の勧誘にはくれぐれも気をつけてください。詐欺の場合が多いと念頭に置いといてくださいね。やっぱみんなお金に目がくらんでるんだ。じゃあ土、騙されにくい。でも普通だったらこれ選んでたよ、クレミも。過度な期待をせず、現実的で堅実な思考ができていますね。蜂蜜を選んだ方は容姿に騙されやすいですね。いい容姿、容姿のいい人や人当たりのいい人に騙されやすいです。人を外見で判断していませんか。見た目では見た目にとらわれすぎませんようにということで、あと1問ですね。ではリーダー、どれがいいかな。かわいいじゃん。何にしようかな。めっちゃ迷うねこれね。揺らさないでよ、びっくりした。じゃあ過去への引きずり度が分かる、これ最後の問題ですね。過去への引きずり度が分かる。ちょっと待って、じゃあいきますね。ある少女がお母さんに叱られています。この少女はなぜお母さんから叱られているでしょうか。1、テストの点が悪かったから。2、隠れてお菓子を食べていたから。3、嘘をついていたから。どれでしょう。3、私たち2人とも3。テストの点が悪いだけど怒られないよね。笑うよね。もう笑うしかなくない。だって終わっちゃったことなんだからさ。3だよね。あ、お菓子もまあちょっとわからなくもないけど、嘘じゃない、大体の人が嘘じゃない。3か、大体3ですね。テストの点を選んだ人はね、あ、もう一回ね。ある少女がお母さんに叱られています。この少女はなぜお母さんから叱られているでしょうか。1、テストの点が悪かったから。2、隠れてお菓子を食べていたから。3、嘘をついたから。3です。じゃあこれ最後じゃなくてもいける、55分までか。もう2問くらいできそう。でテストの点と言った人はですね、テストの点という評価的なものを選ぶのは幼い頃に周りからの評価や批判を引きずっていると考えられます。周りの期待に応えられるよういい子を演じた経験はありませんか。誰も演じてなかった、多分誰も言ってなかった。じゃあ次、2、隠れてお菓子を食べたを選んだあなたは過去を引きずらないタイプ。本能的な盗み食いを選ぶことはのびのびと育ち子供の頃に辛い出来事がなかったと考えられます。あるいは辛い過去をちゃんと受け入れられている人のようです。おー、いいです。
やばいやばい、嘘をついたを選んだあなたは過去をだいぶ引きずっています。嘘をつくことで自分を守ろうとしたあなたは子供の頃に疑われたり悲しい目にあったのかもしれません。大人になった今でも何か引きずってしまっていることが考えられます。みんな闇深いね。全員ほぼ3だったよ。まあそんなもんか。じゃあ次ね、こちらはまた、リーダーシップがわかる心理テスト。あなたは釣りをするために湖へやってきました。釣りを始めるとすぐに何かが引っかかってしまいました。引き上げた釣り竿には何が引っかかっていますか？それは一体何でしたか？1水草、2長靴、3空の財布。これ空の財布ってことだよ。という感じですが、皆さんどれですか？私は長靴でした。漢字弱すぎだね。漢字弱い。勉強してないと分かんない。勉強してればすぐ読める。あれどっか行った、その心理テスト。あった。私は長靴です。みんな長靴。水草もあるね。水草もある。水草もありだよね。私は長靴かな。じゃあ行きますね。水草を選んだ人はリーダーシップで人を導く能力があります。水草の人すごい。普段は控えめでおとなしい性格ですが、いざトラブルが起きた時は適切な判断を下して解決策を打ち出すことができます。なんだっけ、長靴って言ってた。長靴を選んだあなたは母性にあふれています。靴は女性らしさを表し、人に対して理解力が高い人と言われます。意見や考え方が違う人を受け入れることができる大きな器の持ち主です。広いんですよ。次、空の財布を選んだあなたは芸術的センスが高い人です。空の財布は想像を表します。クリエイティブな才能があり、自分の感性を信じて物事を決め行動に移すことがうまくできることが多いはずです。だってみんな天才じゃない。みんなだいたい同じだよね。みんな面ヘラ度も測れるけど、面ヘラ度やって終わりにするか。あ、でももう54分だ。もう無理か。じゃあまた今度やろう。メヘラ度はまた次回ということで、もう54分だから今日はランキング発表して終わりにしたいと思います。でね、ディディ、うちの犬はデデって名前なんで、ココもいるんだけど、まあ今デデがこの辺いて、デデって名前なんだけどね、デデって言うんでもこっち向かないの。だからもうディディって呼んでんの今。ディディの方が可愛くない？ディディ？デデ？もうどっちでも見ない、どうでも見ない、もう何呼んでも来ないの。ジャキ？ジャキ？散歩？散歩？散歩っちゃう。ポッてと、こうやって首かしげんの、かわいいでしょ。ねえねえ、ねえ、ママが呼んでないよ。眠そう。来ない。ということで、ランキング発表したいと思います。じゃあいきますね。13位の方、
ゆうしゅんさんありがとうございます、イエイ。12の方せいさんありがとうございます、イエイ。11の方たかひろさんありがとうございます、イエイ。10位の方やまっちさんありがとうございます、イエイ。9位の方むねちかさんありがとうございます、イエイ。8位の方プエルさんありがとうございます、イエイ。7位の方ハッピーサッピーさんありがとうございます、イエイ。6位の方デブニャンありがとうございます、イエイ。5位の方パーチンさんありがとうございます、イエイ。4位の方レイレイさんありがとうございます、イエイ。3位の方カッティさんありがとうございます、イエイ。2位の方アリスアットマークくるるんが一番ですよさんありがとうございます、イエイ。1位の方ミッキーさんありがとうございます、イエイ。本当に皆さん今日3時間本当にありがとうございました。多分勝手に配信が切れると思うので切れるまでやりたいと思います。もうなんかみんながいっぱいさコメントしてくれて嬉しいです。本当に明日は朝6時からやりたいと思いますのでぜひ見に来てください。もう7時でもいいんだけど、どっちの方がいいのかな、みんな的にどっちがいい、6時か7時か、みんなに合わせます。6時か7時かは6時の方がいいかな。1時間やります、明日の朝。夜は2時間続けてやっちゃうかもしれないのでって感じですね。じゃあ6時でお願いします。みんな6時に来てください、この配信ルームに。待ってます。ちょっと目が痛すぎるっていう現実ね、これが現実ね。もう目が乾燥して6時にします。明日は6時配信にします。じゃあ6時皆さん待ってますので、ここの配信ルーム来てくださいね。頑張ります。はい、配信みんなこれが終わったらみんなお風呂入って早く寝ましょうね。私も頑張っておきます。ちゃんと起きるぞ、ありがとう。また来てくださいね明日で。明日はすっぴんなんですけどいいですか。私今日はちゃんとがっつりメイクして髪とかも意外と綺麗、まあ今はちょっとなんか一瞬夜なんでボサボサかもしれないけど、まあまだ綺麗な方だと思うんですけど、明日の朝とか笑えないくらいブスかもしれないけど、いいですか。いいんですか。それでも皆さん今ニュース見てきちゃった、ここに。やだ、お母様もういない。でも皆さんいっぱい、明日はでも朝はとりあえず朝なので久しぶりに、久しぶりでもないんだけど、明日じゃあなんか好きな漫画について話しますね。朝からみんなに私のプレゼンをします。漫画とかアニメとか、まあ、なんか最近見たドラマでも何でもいいけど、何かしらのプレゼンテーションしますわ朝から。だから聞きに来てください。だから皆さんぜひ私の最近のおすすめを聞きに来てください。ということ で夜はカラオケにするかも。もう2時間喋り続ける内容がちょっとまだ思いついてないから、もしかしたらカラオケにするかもしれないけど、また連絡します。ということで皆さんまた会いましょうね。もう切れちゃう、切れる、バイバイ。